始まってるかな。あ、始まってる。何これ、何これ、すごい。こんばんは。よいしょ。ちょっとゆなさんが入っちゃう。若干動画待っても入っちゃう。すいません。こんばんは。今夜お疲れ様でした。ありがとうございます。神が先ぶりって。あれさ、今日は熊さんヘアです。熊さんっていうかちいかわみたいな。メイクさんがやってくれました。髪型悩んでたの。でもおかげでボソボソですね。こんばんは。2020年の1回目に入ってきてました。ほんまに。こんばんは。めっちゃ欲しい。明日は練習。髪伸びたよね。本当に来週でテスト終わる。今日の公演楽しかったです。ありがとうございます。来てくださって。頑張ってるのガチ。あじま金槌みたいな。ありがとうございます。そう、いろんな髪型できて楽しいです。嬉しい、ありがとう。お疲れ様です。髪とこうと ASMR みたい。確かに今日めっちゃ可愛かったよって。ありがとうございます。また頑張らなきゃですね。ようちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。別にだいぶ落ち着いてきた。ユナただ会議って言ってるだけで、別にあってよしみ会議3人です。この部屋には今ないんで、ショールームやっぱ公演前はできない。2人泣いてた。見えたよ、泣いてるの。チャンシもクマありがとう。そう、今日はクマしたんですよ。リップ久しぶりだってね。 M になってから会いに来てくれてないじゃん。来てよ。こんばんは。髪伸びました。下ろしましたよ。あじまクマありがとう。しかもね、今いつも前髪崩れてたのに。やりきっていい顔して。本物ですか。お疲れ様です。トマトかわいい、ありがとう。かわいいか、ありがとう。マジで明日はまた練習。レイちゃんありがとう、かわいいで。ありがとう、来てくれて。なんで会えないんですか。写真撮りましたよ、ちゃんと。今日は撮らなと思って撮った。頑張って撮った。本当になんか最近さ、こんばんは。ちゃんやまくまありがとう。こんばんは。チラって、あ、やっほー。ちいかわメイクさん曰くちいかわ兼くまみたいな。九州で行ってくる。すごい。頑張って。やば、アイライン。気持ち程度のアイラインみたいな。今夜ありがとうございました。ちょっとひいこ。はい。なんかくるくるってた。しかも、クマありがとう。頑張った、ありがとうございます。世代交代行くって。M に来てよ。やめてください。やっほー。こんばんは。休憩公演特別公演募集して買いますよね。来てね、会えますように。 M でも来てね。礼用紙で来て。 M にはドアップ。ハロー。6日と13日1年ぶりに公演来ました。久しぶりに寝て楽しかったです。ありがとう、来てくれて。また来てね、約束。ナンバラも、あ、ナンバラの練習しないと、ほんまに。こんばんは。M なかなか当たらんって。なんかね、レイのファンの方、M 当たらへんってみんな言ってんねんけど。M ね、なんでなの。楽しかったです。ストーリー楽しみすぎる、マジで、ね、特別公演。明日は特別公演の練習とナンバラの練習する。レイポン不足なおって。でも今会えてる。直接また会おうね。青島トントンってするやつありがとう。つりちゃんかわいい、ありがとう。明日の世代交代は見に来ますって。 M にも来てよ。
ネクヨリップ置いてきちゃったからこれ塗る。お姉さん声で出た。え、めっちゃ良かった。可愛かったです。ケン、レインボースターありがとう。1週間なかったんですね。ありがとう。詰め込んで頑張りました。楽しかったです。でもめっちゃリップ買わのさ、今日さ公演中このリップ使ってんねんけどさ、リップなくてめっちゃ焦ったんやけど、え、リップないねんけどと思って。ほらでもよく見たらさ、見て、もう透明ってことはないってことやんか。ないと思ってリップめっちゃ焦った。リップの M 初日行きました。ありがとう。また来てね、初日以外も。明日は昼よろしくお願いします。初めて M は推し2人いるから行きづらいよ。えー、なんでよ。レイポン推しできて。いや大丈夫、あのこれは絶対に赤身のこす。これやばい。 DMM 見てたよって。あ、ありがとう。楽しかったですね。でも明日また来てね。リアルももうできるので皆さんお待ちしてます。レイは多分イエベです。イエベ春ってよく言われる。イエベ春説あるしブルベ説もある。どっち分かる方調べて教えてください。そういうの分かる人。恋を急げでウィングがアップ。嬉しい。今日行ったらあと一人ってところまで行きません。そうなん。じゃあ次入れた時はピンクで来てな。唇プルプル。最近マジこのプルプル唇にハマってんの。説なら検証しないとって。何の説？何言ってたっけ？やばい、ちょっとあれ頭回ってなくてこう適当にポンポン言ってたら忘れちゃった。わがままコレ、え、そう、わがままコレクション、マジわがままコレクション大好き。ギガなくどうせも間違えず行けた。ヨーダ、服ありがとう。服っていうやつ、服着たるの服ありがとう。今日はこれしてたよ。リッポンへの印象は妹 M のサインでリッポンにお疲れ様でした。リッポンに会えたらなって。妹なんかな。会いに来てね、みんな。こんばんは。いやだってさ、素直な今日もいっぱい反省点があり学びのある一日でした。ケン頑張った、ありがとう。でもほんまに M 楽しい、大好き。昨日マクド食べたけどむくまずにいけた。はじめまして。猫かぶりぽん。え、猫かぶっちゃう。 MC とかほんま猫かぶっちゃうけどよくないよな。 MC ほんまにあかんねん。ちゃんと喋らない。マジでキューキーの時思い出さない。ルームス見てたら気づいて寝てて配信終わったからまた待ってます。え、マジで配信またする。マジでたくさん配信したい。今日の部屋の名前はメイクさん曰くちいかわらしいです。こんばんは。明日も練習、明日も配信できたらしようかな。明日ルームスしようかな。ルームス来てくれる人。最近あの配信にハマってる実は。バレてるかもやけど。キュキ公園当落出たら M たくさん、来てな。マジで来てよ、ほんまに。レイの配信おもろいですか。嬉しい、そう言ってくれて。あ、いっぱい入ってってくれてる。そう、配信するのハマってんのほんまに最近。だからいっぱい配信しちゃう。ルームスコメ編もしますね。なのでちょっと待ってくださいね。最新判明画像そんなんないです。事故がいっぱいあるけど消しちゃうからな。更新しよう、事故画集。だからそう、ルームスまだ見たことないって。来てな、ルームス見に。今日 M 入ったんだけどレポン買いすぎました。嬉しい。押しちゃおう、押しちゃおう。押しちゃえ、押しちゃえ。嬉しいですね。ファーストゆうべ春のセカンドブルベナッツ。え、ほんま一緒。教えて何がおすすめか、コスメ。でもなんかブルベ憧れあるねんな。でも一緒やったらいいや、ゆうべで。押しちゃえ、押しちゃえ。ほんま可愛いな。押しちゃえ、押しちゃえ。みんな押しちゃえ。みんなポンポンしたいなっちゃえ。めっちゃ良かった。ありがとうございます。押してくださいさ。そう。明日もよろしく。ありがとうございます。レイポンの M 初日見に行ってとても良かったです。ありがとう。嬉しい。また来てな。みんな初日止まりちゃうやろうな。ツンツン。
着てんな。今の髪型好き。ほんま？なんかこのなんかボサボサポンポンのボード2列目。あ、わかる。ポンポンってした人、リンゴちゃん、ありがとう。すべて通帳にした。え、嬉しい。そんな売れピーナッツやないですか。ポンポンしてみんな。当ててもらえないからいけない。え、そうなんかな、めっちゃな楽戦レイのファンの方出てるの。意地悪されてるのかな。今日の夕方ぐらいに出てたので、明日の公演の、おまけ追加。 M ね、でも良すぎたって嬉しい。いっぱい家族とか連れてきて、会いに来てね。でもほんまに嬉しいことにたくさん出させてもらえてるから、いっぱい出演できるの嬉しすぎ。ほんまに、こんばんは。シンプルストレートのレイパーステージを見てみたい。ほんまに？なんかさ、ストレートさ、めっちゃさ、めっちゃ長いストレートってめっちゃ良くない？でもこの長さのストレートってなんかちょっとシンプルすぎるかなと思って。嬉しいです。ユニット以外でどの曲が一番好き？え、チーム M さんで一番好きやった。なって、あのなんて昇格する前から思ってた曲は、職員室に行くべきか。職員室がめっちゃ好きなんですよ。みんな何の曲が好きですか？なんか今日もうあれやな、公演終わりの顔してる。あ、言い訳メイビー、言い訳メイビーもめっちゃ好き。リボン外跳ね一択。えー、嬉しい。また外跳ねする最近してない。なんかな、 M の衣装ってここ首元が後半衣装詰まってるのね。だからね、あんまりねこう下ろしたくないんだ。でも今日下ろした。振りが一番難しい曲はわがままコレクション。レイ的に一番難かったのは覚えるのがわがままコレクションかな。今日もあのわがままコレクション、なんか頭こんがらがっちゃってさ、ショック。でもほんまに大好きな曲やから。右にしてるリング、え、右にしてるリングめっちゃファンの方好きですよね。みんな好きって言ってるイメージあるね。ウィンクと土砂降り、あ、ウィンクいいよね。めっちゃレイも好き。サバカスもいいよね。でほんまにストーリー良すぎて大好きです。この公演のこのコレクションかわいいね。かわいいよね。アフターレインもいいよな。レイも好き。キヨお疲れ、ありがとう。アフターレインはなんか最後になんかぴったりすぎて、公演のそうノリノリで踊ってますいつも。シャマネコレッパの雰囲気あってる。え、ほんまに嬉しい。全部好きですね。俺もがね、見学した時よりやっぱ踊った時の方が俺も。え、それわがままの流れ星系わがまま系なんよ、いつもユニット。歌詞もいいよね、ほんまに。右にしてるリングは M ファンには神格。あ、そうなん？だからみんな好きな、右にしてるリング。マジでいいよね。恋を急ぎも好きやし、どの曲も好きです。あ、ハートエレキも好き、うん、見ててさめっちゃ楽しくない？ハートエレキなんか好きなんですよね。あれわがままの女なんかな、あれ。え、そう、オープニング衣装が可愛すぎてわかる。右にリングしていくわって、左やで、右じゃなくて。サバカスね、やっぱみんな好きよね、やっぱね。来週、来週あたり絶対。ハートエレキのニックネームはまたない。まだないです。やっと。そう、いいよね、ほんまに。飛行機みたいな振りが好き、ハートエリキの。え、あ、これか、こうなってるからか。やばい、ヒートテック見えるからちょっと。あ、ヒートテック見えた。最悪。こうやってあげとこう。はい、こうしよう。ヒートテックってなんかあれやんな、商品名やんな。でもかかしみたいな振りがいたもん。そう、え、そう、あれな、ほんまにめっちゃ難しいの。時間やばい。でも15分経ったらギリギリを攻める女でいきます。あ、でもちょっと男女読みだけしときますね、さっきあれやっけ、あれ男女読み、あった。では10、
13位よっちゃんありがとう。12位きくやんありがとう。11位さとまさんありがとう。10位ヨーダンありがとう。9位ちゃんよまありがとう。8位ちゃんしもありがとう。7位しかおありがとう。6位青島ありがとう。5位つりちゃんありがとう。4位トマトさんありがとう。3位ヨーちゃんありがとう。2位アジュマありがとう。1位ケンありがとう。ありがとうございます。また明日も配信できたらします。明日もよろしくお願いしますいつもギリギリ攻めてる。わかる。マジギリギリを生きてる女やから。じゃあ最後にスクショタイムして終わろう。見て最近のメイクポーチ、シナモンです。ありがとうございます。そう、明日も早いんでね。パシャ。明日の配信は公園前にします。パシャ。みんなもあの、言っちゃダメだよ。あのゆっくり休んでください。パシャ。皆さんもゆっくり飲んでくださいね。パシャ。言っちゃダメだよ。パシャ。明日も会いたい。もうあの、ここのここで。パシャ。ほんまに、あの椅子ほんまに可愛い。パシャ。ありがとうございました。みんなスクショできたちゃんと。ありがとう。バイバーイ。先生ありがとうございます。